ジャコーレンリソウなどと呼ばれている。2月15日、3月15日、3月20日、6月9日の誕生花イタリアのシチリア島原産の一年草で、日本では主に観賞用として栽培される。弱酸性土壌が適する。直根性で移植を嫌う。普通飽き巻きする。有毒植物であり、成分は同族の種に広く含まれる。 アミノプロピオニトリルで豆と鞘に多く含まれる。多色すれば、人の場合、神経性ラチリスムと呼ばれる形成麻痺を引き起こし、歩行などに影響が出ることがある。他の動物では、骨性ラチリスムと呼ばれる骨格異常が生じることがある。1695年に修道層クパーニによって発見され、その後イギリスで園芸植物として発展した。 本格的に改良、後輩が進むのは19世紀後半に至ってからで、あった。トレバー・クラークとヘンリー・エック・フォードの尽力により、多彩な品種が誕生した。エドワード7世のアレクサンドラ王妃は、スイートピーを愛し、祝いの場では装飾として、スイートピーがふんだんに用いられ、エドワード長を象徴する花となった。 遺伝学の実験植物としても用いられ、イギリスの遺伝学者であり、メンデルの法則を英語圏の研究者に紹介し、その普及の先頭に立った人物である、ウィリアム・ベートソンは、実験にスイートピーを用いている。スイートピーを題材とした歌に赤いスイートピーがあり、スイートピーの日本国内での認知度を高めた。この歌について、 この歌が世に出た1982年1月当時に赤色の花をつけるスイートピーは存在していなかったと語られることがあり記事もあるが実際には赤色系の色合いの花をつけるスイートピー自体は1800年にすでに存在しているありがとうございます